モーターズ。はい、どうもこんにちは、モーターズの岩本です。ということですね、今日も元気に愛車紹介やっていくんですけど、久々にちゃんと愛車紹介でございます。本日はまたしてもですね、相模原にある R マジックさんの方に来ております。ショップのお客さんってどんな車乗ってるんやろうっていうところでですね、まあ今までもいろんなショップにお世話になってるお客さんと愛車紹介取材やってきたんですけど、その中でもその人たちはそのお店をどんな風に気に入って通ってるんだろうというのをですね、ちょっと今日は愛車紹介を通して話を聞いていこうと思うんですけど、もう1台目がえぐい。見えます？この FD、 しかも細かいところがすごいことになってるのよ。というわけで早速取材していっちゃいます。こんにちは。こんにちは、みさとです。みさとさん、はい、こちらの FD のオーナーさんということで、はい、ド派手な FD 乗ってますね。派手ですか？派手な自覚はあんまないんですね。 ないです、いやめちゃめちゃかっこいいですけど、これは普段 R マジックさんにお世話になってちょこちょこいじってる FD なんですかね？そうですね。いやかなりいじってますけど、コンセプトは何なんでしょう？コンセプトは自分が乗ってて楽しいが一番ですかね。もうね、すでに目についちゃって気になってるのが、まあ、R マジックさんのエアロついてて、で R マジックさんとかボンネットにダーンってロゴ入るんですけど、これなんか普通のロゴじゃないですよね。これなんか貼ってます？はい、これスワロを貼ってます。マジか。スワロフスキーを、これってスワロフスキーがついたのが R マジックさんにあるわけではないんですよ？ないです。ステッカーの上に貼ってます。全部ご自身で？はい、全部自分で貼りました。いやこれね、さっき車ぐるっと見たんですけど、細かいところ、こんなカナードとかこの辺のレイズのロゴとかオーリンズも全部そうですよね？はい、全部貼ってます。デコるのが好き的な？好き。細かい作業あんまり好きじゃない、ね、そうなんですか？これに貼るためだけに頑張ってます。はい、まずこの FD 外装が全然ノーマル、なんかどこ行ったんじゃ状態だと思うんですけど、はい、これはどこのなんというエアロになるんでしょうか？R マジックさんのアーマーですね。アーマーですね。これあれですよね、あの大原さんの FD ともエアロ一緒というか？はい、一緒です。なるほど。いかつい、めちゃめちゃワイドになってるし、なんでこのエアロ選ばれたんです？もともとピンク4号がすごく好きで、はいはいはい、もう雑誌とかの表紙になって一目惚れをして、絶対こういう FD に乗りたいって思って、まさかエアロができないよっていうふうに言われていて、はいはいはい、作ってください、似たのピンク4号にしたいですってずっとお願いをして、やっと出たみたいな。なるほど。じゃあその FD に乗り始めた頃はまだこのエアロは出てなかったという？そうじゃなかったです。で市販されるのを待ってというか頼み込んで、はいはい、出たらもうすぐ？すぐもう、はい、大原さんの FD と同じくらいに黒セブン兄弟として。なるほど、はい、いやでも本当にこのエアロかっこいいですよね。マジレーシングカーって感じ。これどこのなんていうホイールですか？レイズさんの57アクセリートプロかな。ほうほうほう、かっこいい。これスポーク細く見えると思ったら黒いので補助のスポークみたいなのいるんですね、はい、こうチタンの焼き色っぽいというかマジョーラっぽいというか、めちゃめちゃおしゃれ。もう気に入りなんで。へで前の R マジックさんのワイドボディに合わせて買ったホイールなので、はい、うん、サイズがこれには合ってない。 なるほど。でかくなっちゃったのでちょっと引っ込んじゃったかな。そうなんです。へ、それ以外見た目がすごく好きなので、うん、まあこのボディに合ったホイールが欲しいです。おお、もうじゃあ次は全然別のホイールで、はいはい、使い分けておしゃれみたいな感じで、日によってこっち、日によってこっちって。すごい靴履くみたいな感覚で。いいなぁ。いやそういう遊びしたい。僕もホイール欲しい。この辺のサイドステップなんかも全部スワロフスキー、ちゃんと R マジック赤くなってるし。そうなんです。すげー、すごいでかい GT ウィングがついてるんですけど、はい、これはサードさんです。あ、サードさんなんですね、はい、でかごっつ。何よりこの翼端がわけわかんない、まな板みたいなサイズある。知り合いがつけているので聞いてサイズ測ってここに合うように作ってもらいました。面が合うというか、はい、テールもなんか丸め4等仕様になってるんですね、はい、アメミヤさんです。はい、あれアメミヤさんですね、はい、でバカみたいに太いマフラーが生えてる。太い方がかっこよくないですか？そうですね、はい、これはどこのマフラーなんですか？アミューズさんのマフラーです、うん、何パイですかこれ？130パイ。130？ マジ？結構レアですよね。ですね、はい、すっぽり、はい、すごい。130パイはすごいな、うん、なるほど。結構いい音しちゃう感じですか？いい音しますかね。でも私は物足りなく感じ。多分いい音だと思います。なるほど、はい、もうちょっと音量が欲しいとかですか？そうですね、音量がなんか多分大きい音が好きなので。なるほどなるほど。意外と静かだねって言われるのがうんって。目立ちたがりかな。おやおやっつって。おやおや。
ご会長、わわわわわわわ、やってあるぞ。ドアの内張りまで違うぞ。ちょっとこれは話を聞いてみます。はい、というわけでドア開けてもらったんですけど、外のスワロフスキーもそうだし、こっちもやってますね。はい、やってます。でもだいぶ減っちゃったんで。減ったんですかこれで。そうなんです、ちょっと車両火災で内装が燃えてしまって。一回燃えたんですか。一回燃えてます。もうまるで燃えたような跡ないんですけど。アルマジックさんがすごい頑張ってくれました。まあそれで綺麗に直ってってことなんですね。綺麗にしてもらいました。なんかだってこの辺のコラムとかメーターフードもそうだし、何よりドアの内張りまでカーボンなんですけど。カーボン大好き。すごいやってあるじゃないですか。しかもちゃんとボンネットダンパーまでついて、はい、元色のこの青の感じですね。そうなんです。これが最初買った時に、はい、わ、かっこいい。そうなんです、かっこいいって思いました。でちなみにこれエンジンの仕様っていうのはどんな感じなんでしょう、はい、というわけでちょっとエンジンのことを聞こうということでご登場いただきましたアルマジック大原さんです。こんにちは。こんにちは。ちょっとエンジンの仕様ですね、はい、せっかくなんで大原さんに聞けないかなと思って、はい、正直、うん、10年以上になるのかな。だいぶ前に作ったエンジンなので、うん、あ、そうだ、うち分かるんだ。ほう、これが R マジックさんでエンジン作りましたよって証明になるんですね、はい、0405、うん、この頭の4桁で何年何月に作ったエンジンかって分かるようになってるんですよ。へえ、じゃあ2004年、2004年の5月に作ったエンジンですね。へえ、今2020年でしょ、はい、だから16年前の5月に作ったなるほどエンジンっていうことが分かるんですね。はいはい。その下の0267、これはもう投資番号なんですけどね。なるほど。16年前に作ったエンジンの仕様を聞かれても覚えてるわけがない。そうですよね。だって俺一昨日の昼飯覚えてないからね。なかなか厳しいかなと思うんですが、はい、タービンがねノーマルなので、うん、はい、おそらくエンジン本体はノーマルなんです。ポートをやってたとしても、うちサラットサイドって呼んでるんですけど、うん、砂落としっていうか、はいはい、ポートを拡大するわけじゃなくて空気の通り道をきれいにする、ツルツルにする、抵抗なくしてあげるっていうような加工はやってるかもしれない。でも基本はノーマルですね。なるほど、はい、うちのクマウントっていう、うん、一般的には V マウントって呼ばれてるやつですね、はい、になってますよ。そうですね。でコンピューターはこれはパワー AC でセッティングしてますね、うんうん、っていうところですかね、はい、いわゆるブーストアップ仕様みたいな感じになるんですかね。あ、そうですね。なるほどなるほど、ね、排気の仕様によって馬力は違うんですけど、まあ、これストリート仕様なんで多分300-450ぐらいじゃないかなって感じですね。なるほどなるほど、はい、16年前で分かるかいって言ってたけど大体分かってた。いやありがとうございます。いや、とんでもない。助かりました。はい、はい、というわけで今日はこの車を取材させてもらうんですけど、オーナーの方にご登場いただきましょう。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。女の子、はい、なんか随分可愛らしいこと言ってきちゃった。スバルなんか乗ってるのは大体スバリストのゴリゴリな感じが多い中で、なんか全然僕スバル乗ってる人のイメージと違うんですけど。スバル大好きです。あ、そうなんですね。まあまあ改めてお名前を教えてください。はい、リンカと申します。リンカさん、はい、なんか若そうに見えるんですけど、おいくつですか。今21歳で大学4年生です。お、現役の大学生。おお、びっくりだな。で、WRX ですか。なんでまたこの車に乗ってるんです。 YouTube でたまたま全日本ラリー選手権の動画を見ていて、新井選手が WRX で走る姿を見て、はい、もう一目惚れしてしまって、はい、WRX 買おうっていう決意になりました。YouTube で全日本ラリーを見ていた。はい。もともとちっちゃい頃から車好きとかそういう感じですか。父親の影響ですごい好きです。そうなんですね。で、この車は初めての車。初めてのマイカーです。2014年製の中古になります。なるほど、はい、一応中古ではあるけれども。大学生で WRX 乗ってるとかかっこいいな。21歳の誕生日プレゼントで。誕生日プレゼントで車もらった。ラリーストになるっていう夢がありまして、それを、まあ、両親に伝えたところ、すごい応援してくれていて、うん、それで買っていただきました。マジ。じゃあご両親もそういうところ、まあ、車好きっておっしゃってましたけど、はい、ご理解がある。そうですね、もうすごい応援してくれてます。じゃあ最近はこれでガンガン走ってるんですか。ガンガン走ってます。はい、じゃあフロントですけど、外装というかエアロ系とかはノーマル。そうですね、ノーマルです。なるほど。エアロは全部ノーマルです。
エアロは全部ノーマルで、そこにこのニュール仕様のデカールを貼っていると、はい、いやだってこれ全部自分でって言いましたけど、この辺とかはカッティングシート切って作ったんですかね。そうですね、ナイフレステープっていうその細い糸があって、はい、カッティングシートがスーって切れるのが売ってるんですけど、はい、それをまずマスキングテープで下書きして、うん、それに沿ってナイフレステープ貼って、まあ、上から赤のカッティングシート貼って、はい、でナイフレステープ使って切って剥がしての繰り返しですね。そんな技があるんですね、はい、知らなんだちゃんとこのボンネットのデザインに合わせて綺麗に合ってますからね。素人とは思えない美しさですけど、なんかそういうのもともとやってたとかあるんですか。初挑戦です。初挑戦でこの出来なの。なんかラッピング屋さんとか目指した方がいいかもしれないよとんでもないです。で、まあ、ここだけじゃなくこういう、まあ、スバルロゴとかもありますけど、この辺は細かいところは個人でステッカー作ってる方にお願いして、はい、ゼッケンとカラーのものと あと細かいものは作ってもらいました。そうなんですね、作ってもらってでそれを貼ったと、はい、いやでもこの辺のゼッケンとかも出来がすごいよ何がすごいってこのちゃんとボンネットのダクトのところ綺麗に切れて下に落ちてる感じ。ほら真上から見たら完璧。本物と同じように斜めに切ってます。なるほど。それもじゃあ作るところまではお願いして、作るところお願いして、まあ、貼るのは自分でっていう感じで。よくこんな斜めのところ綺麗に貼れますねこれが多分一番ステッカーだったら一番難しかったですね。あ、まあパッと見ただけでも簡単とは思わないですね。ステッカーが白黒青ってなってるんですけど、はい、これ重ね張りされてるみたいで結構分厚くて。あ、そうなんだ。ちょっと貼るの大変でしたね。へー。あ、これなんかあのプリントアウトしてるわけじゃなくて上に貼られてるんだ。はい。へー、あ、すげーな。それをこんな綺麗に貼れるんだ。まあ、モチュール、ファルケン、ビルシュタインとかこの辺は本当にニュールのまんま。もう全くニュールのまんまです。ここなんですけど。どこ。ここですね。ほう。これは塗ってます、自分で。え塗ってんのこれ。はい。塗ってます。これ普通にマスキングして自分でちゃんと。マスキングして黒のラバースプレーでやってます。ラバースプレーなんだこれ。わかんないですよね。わかんないです。すごいナチュラルすぎて全然気づいてなかった。ラバースプレーは缶スプレー。缶スプレー、あのオートバックスで買って。へー、綺麗に塗れるもんですね。下地処理とか大変だったんじゃないですか。でもそのまんま上にでマスキングして周りビニールで保護して、うん、多分これ70、80ぐらいで塗っているんですけど、はいはい、でも全然洗車しても全然大丈夫です。ホイールはこれは純正ですね、STI のノーマルです。なるほど。にちゃんとファルケンのアゼニスを合わせてる。そうです、やっぱステッカー詐欺にならないようにたまにありますね。あのうちの編集部でアドバンカラーの車作ってディレッツ履いてるやついましたからねで、ニュール仕様にしようと思ってタイヤも新しいファルケンの新品を購入して剥がしてます。すごい、こだわりがすごい。じゃあこれ結構入れたばっかですか。1週間ちょっと。あ、1週間ちょっと。なるほど。で、まあドアのところもね、こんなでかいサイズのデカール、ちゃんとリアバンパーまでびっちり、はい、いくらさっき切るの簡単って言ってたとはいえこのサイズは大変だったんじゃないですか。大変でしたね。切るのは簡単なんですけどやっぱ貼るっていう作業が一番大変で、特に難しかったのがこのサイドステップ、もう全部1枚張りでいってるんですよ。え、分割なしで。分割なし、はい、あ、本当だ、継ぎ目ない。これは一回もサイド外して部屋に持ち込んで、まあ、ドライヤーで温めてカッティングシート伸ばしながらもう地道にでまた戻してっていう感じで。え、どこで学んだんですかその知識。もう独学というか勘でマジか。ニュールのレプリカされてる方で黒いサイドステップ買ってやっちゃう人もいるんですけど、もうお金がなかったのでもう頑張りました。すごいな、お金がなかったからとかいう問題じゃない気がするなこれは。いやでも本当にね、チリも綺麗だし、まああのさっき言ってた重箱の隅をつつくとリアフェンダーのところちょっと気になるけど言うてもっていう話ですよ、こんだけできてれば。この STI は自分で切った。そうですね、オーダーじゃなくて一
回 A3 の紙3枚分ぐらいつなげて、型紙を STI のロゴを印刷して、でその紙を切ってカッティングシートに載せて、マッキーで下書きして、それをさらにカッターで切って、でマスキングテープでつなげて貼ってって感じですね。すごいな、マジ。今 YouTube を見ている皆さん、わかりますか？これ自分で切ってるんですよ。文句言えますか？すごい綺麗。あ、ちゃんとスバルロゴはグラデーションになってる。はい、これは業者にオーダーしました。これは作ってもらったんですね、はい。でまあ、ここもファルケンのロゴがあって、で、はい、まあ、前後通しでタイヤホイール履いてると、はい。これ車高が下がってるように見えるんですけど、足入ってます？足、H ケースの足入ってます。買った時にもともと入ってて。あ、そうなんですね。でもなんか個人的には純正ってビルシュタインのサスなんですけど、まあ一回今戻したいなと思ってます。なるほど、純正ビル足にしたいと、はい。そこはやっぱビルシュタインのロゴも貼ってるし。そうなんです。あれ、そういえばこの車っていつ買ったんでしたっけ？今年の1月です。ということは、はい、半年でここまでやったの？そうですね、これ自体は合計1ヶ月ぐらいで作りました。マジ言葉を失うよ、あたしゃ。ちゃんとリアウィングにも STI のロゴがあって、この表面にも STI パフォーマンスっていうロゴがあって、これもちゃんと全部そのニュール仕様のまんま、全く一緒の、向きも一緒で。本物のニュール仕様はカーボンの GT ウィングなんですけど、まあ、それに近々変えたいなと思ってて、電動の可動式を自力で作ろうと思ってます今。マジ、なんで自分でやりたがるのそんなにやっぱお金がないのでそうなの。どっちかというと触るの好きなタイプじゃないんですか？あ、でも触るのは大好きです。あー、なるほど、はい。いやー、いいな、車好き女子だ。ドドンと、この辺もね、綺麗に貼れててかっこいいですね。これ、このブルーの STI ロゴも結構大変だったんじゃないですか？そうですね、これ貼るのめちゃくちゃ大変でした。やっぱ段差があるので。ですよね。このだってちょうどリアカメラのところのチリなんか合わせるの地獄でしょこれ。これも多分リアで一番大変でした。リアディフューザーも STI のものがついてる？はい、純正です。これって純正でこの蛍光イエローのラインついてるんですか？これは貼りました、自分で。ウィングにもついてるんですけど。あ、本当だ。これもニュールの本物はこうなってる。なるほど、はい。もうこの蛍光テープは普通に東急ハンズとかで1000円しないぐらいで売ってるやつを買って貼ってます。そうなんですね、はい、ハンズものなんだ。これ結構最近貼りました。そうなんですね、はい。いや、綺麗に貼れてるし剥がれなさそうだな。東急ハンズチューンありですね。結構剥がれないです。洗車しても全然大丈夫です。なるほど、はい、洗車して大丈夫はでかいですねで、これつけてるマフラーはどこのになるんでしょう？もちろん富士坪製になります。さすが。これ買った時からじゃなく自分で買った？はい、最初純正の4本出しマフラーだったんですけど、うんうん、マフラーもほんとちょうど1週間くらい前に買いました。富士坪のちなみに何ていうモデルですか？オートライズです。オートライズ、はい。会長、じゃじゃん。お、中は至ってノーマル、特にいじってはいない感じなんですね。そうですね、なんか結構ノーマル好きで、うん、なんかいじらなくてもいいかなっていう。なるほど、なるほど。ちょっとシートは変えたいなって今思ってますね。それはバケットに？バケットシートに。おお、そしてなんか怪しいもの見つけたんで、ちょっと助手席のドア開けてもいいですか？はい、はい、なんか怪しいのがついとるぞ。ラブスバルっつって。え、これ T シャツ？これパーカーなんですよ。パーカーなの？はい、パーカーをシートカバーみたいにかけてます。へえー、あ、確かにここフードだ。はぁ、い、え、どこでこんなの買ったんですか？これは海外のサイトであるんですね、そういうのが、はい。もうそんなにスバル好き？スバル大好きです。スバルのどこが好きなんです？スバルのやっぱ力強い走りですね。おお、なるほど。この包まれてる安心感、あ、すごいですね。いや、ほんとね、あのボディがしっかりしてるから、はい、すごい安心して走れるんですよね。そうなんですよね、低重心で、うん、ステアリングもしっかり思った通りに曲がってくれるので、うん、大好きです。特にこの WRX は切ったら切った分だけ曲がる感ありますからね。そうなんですよね。ハ
第5回帳ということで、あれカバーとか外してるんですね。あ、なんかこれは元からで、もう買った時から、はい、エンジンはまあ一応ノーマルなんですかね。この辺はもう何もいじってないですね、はい。じゃあ一応まあざっくり車の仕様としては、はい、足と排気のみっていう感じ。そうですね。まあでもそれぐらいでも十分早いですからね、この車。もう今でも結構満足しちゃってるんですけど、でも、まあ、4月から社会人になるんですけど、はい、そしたらどんどん中身もパワーアップさせていけたらなと思ってます。なるほど、まあ、ちなみにさっきチロッと聞いちゃったんで言える範囲でいいんですけど、その就職先もなんか車関係なんでしたっけ。そうですね、完成自動車メーカーの技術系になります。なるほど、どっぷりだV さんご乗ってます、ゆかちんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ゆかちんさん。V さんご乗ってますっておっしゃいましたね。乗ってますえ、これカレピッピのとかじゃないですか。カレピッピじゃないですね、私ですね。そうなんですね、はい、またいかついの乗ってるけど、ちなみにあの年齢はおいくつですか。あ、22歳です。22歳、はい、22歳の女の子がこれだって、マジ超いかついし超綺麗だけどこれは免許取って初めての車ですか。あ、そうです、そうです。お、ここまでやっちゃった。やっちゃいましたこれ買った時はどんな感じだったんですか。元はベースは青の3号スカイラインだったんですけど、はいはい、そこオールペンしたりだなんだかんだでこうなりました色まで塗ってるよあら、じゃあちょっとねそのこだわりをいろいろ見ていこうと思うんですけど、まあ、まずその前に1個気になってるのが、はい、ボンネットの上になんかすごいやついますね。いますねこれはオールペンした後にもちろん塗られてるわけですよね、はい、なんでまたこう風神雷神が。風神雷神が守護とか守りの意味があって、はいはい、結構車業界って敗退しちゃってるようなもの部分があるんで、うんうん、それを守っていけたらいいなっていう意味合いでつけました。そうなんですね、はい、いかついだけじゃなくてしっかりしてるよはあ、じゃあ早速車いろいろ見せてください。はい、お願いします。お願いします。はい、というわけでいろいろ見せてもらおうと思うんですけれども、まあ、まずやっぱ気になるのはこの色、はい、元がブルーだったと、はい、いうところですけど、これ何色で塗ってるっていうんですか。オリジナルカラーにしてて、はい、ショップのオリジナルのシュンティさんって方が開発したシュンティレッドっていう色になります、うん、へえ、名前がついてるんだ、はい、それに自分の好みでラメの大きさだとか決めて、うんうん、まあ、この色になりました。へえ、ラメの大きさを決めれるんですか。はい、ラメの粒とかの大きさも決められるんで。はい、なるほど。決めてますね。で、これバンパーが、これはケンスタイル。はい、ケンスタイルさんの。これなんでこのバンパーを選んだんです。他にやってる方がいなくて、うんうん、インパルだニスモバンパーだとか結構いらっしゃるんですけど、はい、その中でもケンスタイルがいないってことなんで、うん、誰もやってないんだったらやりましょうって感じで入れちゃいました。へえ、そうなんですね、はい、なるほど、被るのが嫌いなタイプの人だ。そうです。へえ、あとニコイチをこれからやりたいなって思ってるので、ほう、その部分を考えて FRP の車外バンパーを入れるってことで、うんうんうん、誰もいないしケンスタイルでってなりました。なるほど、はい、見てる人にちょっと教えてほしいんですけど、はい、今おっしゃったニコイチというのはどういうものなんですか。他の車の車種のバンパーを持ってきて、うんうん、このフォグ周りを私活かしたいので、はい、フォグ周りを活かしながら全然違う顔面にいきたいですね、うん、なるほど、あ、じゃあもうある意味この動画がこれは見納めなのかもしれないで、またねすごいんだ、低いんだこれもうビタビタじゃないですかえ、これ足は何が入ってるんですか。あ、これ純正の足そのままなんですよ、まだ。え、そうなんですか。はい、純正の足そのままで、はい、エアサス組んでて、はいはい、イデアルのエアサスだけでここまでやってます。へえ、できちゃうもんなんすね。そうですね、とりあえず現状ではエアサスだけでやってます。そうなんですね、はい、すげえなー。で、そこに合わせてんのがこれホイールワーク。はい、これサイズいくつになるんでしょう。19インチですね。で、フロントが90のリアが10J。はあ、なるほど、はい、で、合わせてるのがこれ難関の NS2、はい、で、タイヤサイズがフロントが215、35とかですで、リアが235、35です。なるほど、引っ張ってんなすごいな入るもんだな。
意外と入りますほら面までバッチリですよ。いわゆる鬼キャンっていうほどじゃなくて結構こうナチュラルな感じというか。そうですね、これからちょっとキャンバー増したりとか、うんうん、スペーサーで面もっと決めたりとかしたいなとは思ってるんですけど、うんうん、それはまた足回りの関係がちょっとアウトで、はい、ロングボルトに変えないといけないんで、そこやってからやりたいと思ってます。おー、なるほどですね、はい、順々にっていうことですね。鉢巻きのところにショップ名が書いてありますけど、これは頼んでるお店になるんですかね。はい、そうですね、厚木にある KSK さんっていうところで全部やってもらってるので、はい、この KSK ファミリー公認車両っていうステッカーも貼らせていただいて。なるほど、はい、このお店でやってるよっていう公認ステッカーなんですね、はい、ぜひ行ってください板金や塗装を得意としてるショップさんなんで、はい、ニコイチだとかフェンダーだとかっていうのは、うん、この KSK さんがおすすめです。おお、なるほど、すごい、ショップの回し物みたいなそうですね相当これはお世話になってますね。お世話になっております見てますか、見てますか、ケイスケさんかっこいいな、コンケーブがかっこいいんだな、これな、はい、綺麗に被っちゃってるもんね、ここ指一本ギリですよ。3号スカイラインはケツがかっこいいんだな、エロいです、エロいですよね僕このお尻大好きなんですよ。私も大好きですもん、このお尻ちなみにサイドもリアバンパーも剣スタイルですか。あ、はい、全部剣スタイルです。剣スタイルで3点決めてると、はい、で、もうロゴ類は全部取っ払って、はい、スムージングな感じになっちゃってるわけですね。はい、KSK の回し物としてはこちらのリアピースをワンオフで作っていただいたので、はい、え、これワンオフなんですか。はい、へぇ、開口部に合わせて作ってもらったので、はい、あ、バンパーに合わせて作ったんだ。はい、元がもうちょっとちっちゃかったんですけど、はいはい、それに対してもデカめにしてもらいました、みちみち詰まってるようになるほど、はい、いや、これかっこいいですよ、2本出しで綺麗に収まってて、はい、やっぱいい音するんです。 V9 なんでそれなりの音は出ます。おお、なるほど、はい、でちょっとびっくりしてるのが、はい、僕の知ってるこの車の中古車って結構フロントにしろリアにしろレンズ類が曇ってるパターンが多いんですけど。ああ、そうですね、はい、この車ずいぶん綺麗ですね。テールはこのままでしたね、ずっと買った時から。へえ。ヘッドライトだけが78ワークスさんのクロームタイプの購入してて、はい、なるほど。じゃあ次は中を見せてもらってもいいですか。はい、お願いします。お願いします。実際何もやってなくてお恥ずかしい状態なんですけど。お、あ、なるほど、確かに至ってノーマル。はい、これからちょっと内張りとかやってこうかなぐらいでしか考えてないので。なるほど、はい、でもちゃんとメーターのところにね、ショップロゴが入ってるし、回し物なので回し物なのではい、で何よりやっぱね、まあ、ツリーはね、あの限界までつけますよね、やっぱりね。つけます、つけます、もっとつけますこれでも減らしてきた方です。そうなんですね、はい、もう世代から言うと携帯についてたストラップみたいな感じに見えるんだよな。あながち間違いではないと思いますベッキーのガラケーみたいなね。あ、ありましたねよかった、伝わる人でこれなんでセンタートンネルの上に巨大なスピーカーがいるんですか。ちょっとこの時代の日産電装系弱くて、はい、その当時は30万したナビなんですけど実際。あ、これですね、はい、それがもう今ぶっ壊れちゃってて、おノイズひどいんで、はい、線切っちゃって今別置きでスピーカーで音楽聴いてえ、じゃあこの辺のドアスピーカーとかは鳴らず、はい、こいつ一発で。はい、全然鳴らないですそうなんですね、はい、まさか裸でこんなところにいるとはちょうど真ん中に収めてます。なるほどな。ノーマルの足でエアサスのタンクつけて、はい、ここまで下げれるようになったっておっしゃってましたが、そのタンクがこちらです。おお、かっこいい。やっぱこのトランクにドーンといるのがいいですね、エアサス。そうですね、後々トランクとかもいじっていきたいんで、うん、トランク見せオーディオプラスでできたらいいなと思ってます。なるほど、はい、じゃあなんかそこまでやる予定なんですね。やります。エアサスって結構高いじゃないですか。そうですね、これいくらしました。エアサスだけだと70とか80ぐらいです。すげえ、俺の車2台買える。買えるんですか。はい、僕のビートかなり安かったんでねなんでこういうちょっとビップなスタイルにこうハマっていったんですか。会社のこのショップさんを紹介してくださった先輩がシーマー乗ってて、はいはい、そのシーマーがすごいかっこよくて、うん、それを見て私もビップ行きたいなって思ったんで、はい、ちょっと紹介してもらってこっちに行きましたぶっちゃけいくらぐらいかかってます。200とか多分そこら辺行ってるぐらいですか、ね、多分。じゃあもう稼ぎのほとんどはここに突っ込んでいる、はい、私はサバ缶食べてこいつ廃屋飲んでる
缶詰にしたい焼き鳥ぐらい食べたいですね。そうですね、まあ、サバね体にいいんですけどね、はい、そういうチャンネルじゃねえんだよな皆さんこの車街で見かけたりとかしたらこの動画からどういう風に変わってるかチェックしておいてくださいね。それによって何杯サバ缶食べたんだろうっていう妄想ができますからねいっぱい食べてます。いっぱい切実だな改めてありがとうございました。ありがとうございました、はい、この動画を見て面白いと思ってくれた方は高評価およびチャンネル登録、この赤いボタンですね、押してくださいね。頑張って100万登録まで頑張ってんだからね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。モーターズチャンネルからのお知らせです。モーターズおよびモタガレでは我々と一緒にお仕事をしてくれるライターさんを探しています。車のこと好きだけどライターなんかやったことないなんて思ってる人でも大丈夫です。興味がある人はぜひぜひ概要欄の方までご連絡ください。僕たちと一緒に車の面白いところをいっぱい発信していきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。